田辺祭りは、和歌山県田辺市で450年以上前から続く、東京神社の例大祭。奇襲三大祭りのうちの一つ。令和元年は、東京神社創建1600年と、田辺祭りが第460回の記念年と言える、年であった。例大祭自体は、7月24日と25日に行われるが、宇治小町では、事前行事が、町単位にて7月初頭から、 随時行われる。江戸時代は6月24日と6月25日の両日に行っていたが、明治40年から現在に日程に改まる。和歌山県の無形民族文化財に指定されている。統計神社から三越都魚田辺城下町による笠こ絹笠の巡行となまれる。統計神社の三越旧合図橋での引き揃えの、用水化、宵い宮及び、 本祭の時間経過は、田辺市観光協会ウェブサイト、田辺田んぼうによる。8時30分頃、本町竹町に、江川町を除く全町の傘鉾が引き揃え8時45分頃、新与と玉時15分頃、三越が傘鉾を抜かし、藍津橋を渡り、江川へ。これに続き、傘鉾も、江川へ10時50分頃、奉納三まい、お旅所を務め、地方を含む、 13時20分頃、神新観光。これに続き、笠さぼこも出発。各町の御宿、神社を務めながら、巡行17時45分頃、東京神社鳥居前参道に引き揃え19時、十夜の走り、鳥居前勤め、地方を含む、すべてのお勤めが済んだ20時45分頃、住屋みさんは、御宿に向けて、駆け足で、御宿へ戻ります。 笠サボコは戻り林を奏でながら、旧合図橋に向け出発二十一時三十分頃、旧合図橋上に全長引き揃え二十二時十五分頃、引き分かれ四時三十分、暁の祭典その年の各町の御宿、宮総大、町総大、祭典委員長が集結する。十二時頃、本町横町に、江川町を除く全町の笠サボコが引き揃え十二時三十分頃、七度半の、 使いをするため、橋を渡り、西詰へ。七度行っても動かないが、八度目の橋の真ん中で出会う。終了後、東めにてしおこり勤め、地後を含む、14時ごろ、各町の御宿、神社を務めながら、巡行18時ごろ、統神社鳥居前参道に引き揃え19時30分、お宮入り、地後は、本殿の中で行われる、21時20分。 やぶさめ式21時45分、引き分かれやぶさめという言葉は、本来、馬上から矢を打つ行為を指す言葉であるが、田辺祭りにおいては、屋敷町における祭りの役割担当の名称でもある。5つの屋敷町より、毎年交代で担当する。田辺祭りは、4月のおた祭り、または、祭り前日のやぶさめ前ぶれに始まり、本祭夜のやぶさめで終わることから、馬に始まり、 馬で終わる、祭りと言われる。祭礼に台車が使われた翌年、慶長11年にやぶさめ三基町より出とあり、この頃より、京の町と祭りの基礎は出来上がっている。1962年までは掛け馬が神社参道にて行われていた。宵宮の前日には、統計神社にて、やぶさめの矢を受け取り、祭りに先立ち市内を巡行する。祭り当日は、 神社の御し行列に含まれ、笠ことは別行動になり、基本的に御しの後をついていく形となる。7月25日の笠鉾の神前勤めが終わると、地獄が騎乗した3機が、それぞれ3回の射的、合計9本の射矢による魔よけの儀式が行われる。この間、馬の世話をや肩の孫歌が唱えられ、祭礼は終了となる。馬町のお宿は、馬宿とも言われ、馬の世話や、 管理などを行う。かさぼこ町同様、町内会館を御宿とする場合もある。三名が選出される。のりこと呼ばれ、仮ヌに、あやらんかさ、といういでたちである。田辺地域では、出汁の一種であるかさぼこは、おかさと呼ばれる。当番役員、ちごが上下姿などで、かさぼこの前を歩くが。江川町、片町、高野町はちごを出しませんが、 傘のうちに、江川町、片町には、小学生が入り、奏でています。傘鉾の神座には、町ごとに違う人形が祀られる。傘鉾の下屋では、太鼓、小太鼓、横笛、三味線の組み合わせと、太鼓、小太鼓、横笛、小の組み合わせがあり、町ごとに曲調が異なる。田辺祭では、江川町、高野町、 統計神社の三つの絹傘が存在。松をご神体とし、真ん中の一本柱を触ると、頭が良くなるとの言い伝えがある。これは、古来から神社にて、松一本柱は神が宿るとされているからである。形状は、京都祇園祭りの綾傘鉾四条傘市に類似しており、こちらも上部には、松が飾られる。山ぼことなる前の形状であり、 応人の乱以前の形状。近辺の祭りでは、八リッター当神社、有通神社、かぐら神社、日吉神社の霊祭でも、同じような絹傘が一気ずつ見受けられる。八リッター当神社の絹傘は、十夜と呼ばれ、塩おこり浜跡にて塩おこり神事が行われる。多三つは、絹傘と呼ばれる。なお、この4つの神社は、田辺祭りにて、 東京神社宇治古地区以外の神社で、なおかつ唯一、勤めを行う神社である。十夜と八丁九期の巡行となり、江川町の十夜に続き、本町が先頭。その後ろの福寺、町組、栄町組、江川町組については、毎年順番が変わる。なお、組内での順番変更はない。江川町組は、十夜と同一町の2期のかさぼこからなる。 重や他の絹傘と同じような外見をしていますが、市中の邪気を払い清めるという大きな役割を持ち、田町、同じ江川町の笠箱よりも、必ず先頭を務め、巡行中の順路の邪気を払い清めた後に、笠箱が通る、田辺祭りの中で特別な存在である。田辺城が築城する前の上野山城、須崎城の城下町であった江川町が役を担う。役を払い清め、 一年間の無事安泰を祈願する役を果たす気の傘で右に回ることなく、一度通った道を後戻りすることはない。巡行中に旧市内の中を回るときにどうしても最後尾のかさぼこと、住屋さんが出くわしてしまうような巡行路になっているときは、住屋さんは路地から出ずに払った邪気が最後尾のかさぼこにつかないように通過を待ちます。本殿を務めの後に、 ご神体の松を御塾さんが抜き、統計神社に一年間お預かりいただきます。その後、境内の馬場添いの場所で四方を締め縄で清められた場所で、笠鉢で解体され収納され静かに江川に戻ります。田辺祭でもどなたでも一般庁の方々がいただけるご神酒、その時の笠鉢後のご神酒が振る舞われます。多くの方々がそのご神酒をいただきに収まわれます。 江川町の御宿にて、十夜の御神体、松が祀られている様子江川町の御宿にて、祀られている、妖精ビス大黒天、本町の笠箱は笠箱を出す八丁の中で一番大きく作られている、袋町高野町片町栄町北、新町南新町御宿は、各町に存在する御神体を、祭り期間中自宅に祭り、お参りに来る人々をお世話する役目を果たし、 笠サボコ巡行においてもその組、町の代表となる重要な役目で、すなわち町の神様を家に宿すということである。江川町の御宿の様子御宿を担う、家の玄関先には、町賃が飾り付けられ、御宿を示す幕が張られる。これらの作業は、組単位で共同して行われる。祭りは、期間中のお宿を決定することから始まる。祭りのお宿を引き受けることは、 家の誇りであり、大量、商売繁盛をもたらす縁起物でもあった。しかしながら、漁業の衰退や、下町や商店街の衰退、高齢化が進んだ結果、音宿の成り手がなかなか決まらないため、やむを得ず、町内会館等を音宿とする町も見受けられる。主に、黒髪、越後寺市、娘道成寺、新曲浦島、三番席、雪月花、騎士の柳。 小単や深川、気温林、戻り林など、町ごとに、アレンジや曲目が変わる。夜、統計神社での務めが終わると、昼とは、林が変わり、戻り林と呼ばれる自歌や掛け声の入った林となる。掛け声、高来、それ、えいやなど練習は7月頃から本格的に始まる。林の指導に関しては、町内で分担が決められ、 練習を町内会館等で行う。練習では、正面にお囃子の主人が座り、後ろに地域の年長者、青年たちが並ぶ。江川町のみ、御塾とは別に、鳴らし宿と呼ばれる宿を決め、祭り時期の一定期間中は、その家で林を鳴らす。本番、かさぼこの下屋では、年長者は出組といわれるかさぼこの前方部に座り、その左右に一人ずつ。 その後ろは鼓、三味線、鐘、太鼓の順である。通常大人6名、子供1名程度が基本であるが、江川町、片町に関しては大人4名、子供4から5名である。祭りは例年7月24日25日にわたり行われる。しかしおた祭りを含め、出林、引き染めなどの事前神事は神社や町単位にて行われている。 田辺祭りはこのすべてを含めたものである。4月15日の熊野本宮大社のおた祭りに合わせ、東京神社より、新芽が、江川浦の稲荷社と江川の内神網である、浦安神社での務めを行うため、旧田辺市内を巡行する。おた祭り前後までには、各町にて、御宿、町総大、祭天町は立候補等で、早い段階から選出される。七月一日頃には、 各町の当番組全員による会議が開かれる。三役の発表、地後6人程度をはじめとする当番役が決定される。7月5日頃から、地後の先林の練習が始まる。7月頃より、各町単位にて、地後、当番役員等のみそぎ神事が、統計神社本殿にて行われる。7月15日頃より、各町にてかさぼこ、絹傘の組み立てと身体の着付け。 等を行う組み立て終了後は、傘洗いを行うため、浜まで引いて行き塩水で清めていたが、現在は、交通事情の変化や、人手不足等の理由により、汲んできた海水で吹く、塩をまくなど時代とともに変化している。身体に面をつける町では、統計神社にて恩宿への受け渡し神事がある。田辺祭りは一時期、脳の奉納となっている。そのため、 脳や狂言等との関わりが深い。南新町、昭風を題材にした身体などこれは脳の法能となった際に使用していた面がそのまま各町に分けられ現在の身体に使われているためである。現在も本町、江川町においてはご身体につける面が存在し、この面をつけている間、神様として祀られる。 25日のすべての宮入り後に本町と江川の、エビスさん、大黒さんは境内において、かさぼこに幕を張り外から見えなくし、おごそかに、他の町にもなり物をしばらく止めていただきごめんを、外して、御宿さんがかさぼこより一足早くごめんを、御宿さんに戻ります。その間は、御宿さんは、無言で御宿まで戻ります。なお、裁定時期以外は、 東京神社にて保管されており、面のないご神体は各町において大切に保管されている。7月19日頃から各町のかさぼこの上座に飾るご神体のある家に向かい、先林、お囃子の順にお囃子を奏でる。7月21日頃にかさぼこの引き染めとなり、各町単位で、各町内を羽織浴衣の陶板役、衣装の地後、ぼこの順で練り歩く。 すなわち、祭り本番に向けた予行演習である。出林引き染めについては、同日にする場合がある。毎年拡張の事情や、曜日等により変更。本町、江川町については、例年記載通り7月23日や四季町の馬が、統計神社でやぶさめに使う矢を受け取り、旧田辺市内を巡行。古来より、田辺は本宮に向かうまでの熊野古道において、 最後の海沿いであったため、熊の参りに向かう人々は海に別れを告げ、塩水で身を清めたとされる。現在は、藍津橋東詰めにおいて塩起こり神事を行っているが、江川マ形型町ができるまでは、江川の浜で行われていた。勤めとは、薬刀を追い払うこと、清めること、祝うことなどまちまちにより意味合いは違うが、御宿、神社前等にて林や歌を奏でることは共通である。 この、勤めがあるからこそ一家にとって、御宿を引き受けることは大変めでたいことだとも言える。御宿、または神社に、礼の後。その後、十夜は、左回りに回転後走って、後を去る。町ごとに地後による増え太鼓に続き、かさぼこの順で行われ、勤められた側からの、塩払いが、左右、正面に巻かれ、勤めは終了となる。地語については、 時代の変化により、現在は、江川でのお旅所、塩堀、東京神社にての、勤めのみであるため、御宿や、東京神社以外の神社では、基本的に、ご神化と、かさぼこの奉納となる。なお、現在は、江川町、高野町、片町については、茅語を出していないため、上記の通りでなく、陶板役員による、ご神化の後に、かさぼこ、または、木の傘の順となる。 勤める時間については、本来、時間に限りがなかった。現在においては、祭事当日は交通規制が行われ時間制限が、かかるため当番役員の勤め、ご進化は2節あるうちの1節のみ、かさぼこの勤め、御宿分以内、神社分以内など、田辺祭りにおいての規約がある。各町内に区割りがあり、基本的には当番組が行事を勤める。 一家につき男性一人が参加するのがしきたりであるが、田辺中心部の過疎化、高齢化に伴い空き家が増えた結果、町割りがない町や、産区だったのをお区にするなどの代用に追われている。女性が、かさぼこの引き出や上下を着ての参加などの記録は、現在もない。地後についても、平成10年頃までは、女子は参加できず男子のみであったが、各町の子供不足により、 拡張ごとに次第に女子の参加も認められるようになった。現在では、巫女や裏方での女性活躍が目立ってきており、男性のみでなく、女性を含めた町全体での参加となってきている。今日、田辺祭りは、笠さぼこ巡行がハイライトとなっているが、年表からもわかる通り笠さぼこ巡行は、統計神社の霊祭に参加、奉納をする形であり、 特に2019年に460回を迎えているが、これは、統計神社より御子吐漁が行われた回数である。16世紀中頃この頃に、田辺祭りが始まったとされる。慶長10年祭礼に車が用いられる。慶長11年祭礼で、やぶさめが始められる。寛永10年安藤家家老、堀世兵衛が能奉納し、以後祭礼が能となる。 官営19年老の稽古が続かなくなり、祭礼が笠箱に改まる。関文12年袋町が笠箱の台を車に改める。関文13年前町の個々の台が車となる明治元年に江川町の笠箱が一気になる。明治3年上町町と下町町が合併して、栄町となり笠箱を一気とする。明治22年大水害により、 高谷町の笠箱が流され、以降は、絹傘となる。昭和3年江川町の笠箱が2期に戻る。平成21年に、統計神社が記録する御子と御の回数が450回に達したことを祝い、第450回記念祭が営まれた。令和元年第460回田鍋祭り、統計神社創建1600年記念を営むに、あたり、 花火で彩る田辺祭実行委員会による旧合図橋引き揃えに花火が打ち上げられた。令和2年5月10日、新型コロナウイルス感染拡大防止により、かさぼこ巡行など人が集まる祭事の中止が発表され、以来75年ぶりである。新事である赤月の祭典のみが行われた。田辺市の指定文化財一覧民族文化財。 w w w c i t y t a n a b e l g j p 2 0 1 9年7月13日閲覧。和歌山県ホームページ和歌山プリーフェクチャーウェブサイト。www.pref.wakayama.lg.jp2019 年7月13日閲覧。abcdefg 田辺祭りかさぼこ巡業。 田辺田んぼ田辺サイトは田辺田んぼ ABCDE 田辺祭りかさぼ子巡業見どころ紹介田辺田んぼ田辺祭りの発祥田辺祭りの由来田辺田んぼ2020年4月21日閲覧やぶさめ祭りの見どころ田辺田んぼ2020年5月2日閲覧やぶさめ祭りの見どころ田辺田んぼ 2020年5月2日閲覧。やぶさめ。祭りの見どころ。田辺田んぼう。2020年5月2日閲覧。ABC 笠サボコ巡業。田辺田んぼう。あやかさほこ。祇園祭りについて。あやかさほこ保存会。2020年4月21日閲覧。十夜。八リッター東神社。和歌山県神社町。2020年4月21日閲覧。 木絹笠、有通神社、和歌山県神社町、2020年4月21日閲覧。絹笠、かぐら神社、和歌山県神社町、2020年4月21日閲覧。木絹笠、日吉神社、和歌山県神社町、2020年12月23日閲覧。ABC 各町の岡佐商会へ川町 田辺田んぼう各町の岡か紹介本町。田辺田んぼう各町の岡か紹介袋町。田辺田んぼう AB 各町の岡か紹介荒野町。田辺田んぼう AB 各町の岡か紹介辺町。田辺田んぼ ABC 各町の岡か紹介栄町。田辺田んぼ ABC 各町の岡か紹介北、新町。田辺田んぼう各町の岡か紹介南新町。田辺田んぼ日本都市。 計画学会都市計画報告集田辺、祭り町中歴史を多くを開催します田辺市役所、笠箱と花火が共演田辺祭り、旧合図橋で引き揃え。キーポー、https コロンスラッシュスラッシュ www.agara.co.jp スラッシュアーティクルスラッシュ155652019年8月5日閲覧。 田辺祭りが、戦後初の中止新型コロナ、かさぼこ巡航せず、新時のみ。キーミンポー、https コロンスラッシュスラッシュ www.agara.co.jp スラッシュ sp スラッシュアーティクルスラッシュ604692020年6月16日閲覧。ありがとうございます。